ダイエットを始める前の私はただの太っているクマだった。しかし「ダイエットの始まり」ミビュー。皆さんこんにちは、ダイエッターの萌です。ダイエットする前になります。ちょっとダイエットしようと思ってるのは見たら分かると思うんですけど、ここにもういっぱい顔にもいろんなところにお肉がついてしまって、まあ、結構食べるのが好きで仕事しててもう夜、まあ、人に会うのが結構多いのでお酒飲んで、でおつまみ食べてわーって食べながらどんどん太ってしまったんですけれども、ちょっと今回は、まあ、短い期間で楽に痩せれるダイエット方法があるということで今回は頑張ってみたいと思います。じゃあレッツゴー。はい、皆さんダイエットって難しいですよね。なかなか成功しないんですよ。で、過去の経験だと例えばワンフードっていうんですか、卵だけ例えば食べるとか、あとは全く食べずに運動いっぱいするとかしたんですけれども、やっぱりすぐお腹が空いてしまって食べちゃうんですよね。皆さんこうやって食べたら絶対ダメです、太ります。どうしたらリバウンドせずに成功できるかなっていうのを今まで結構考えてきました。そしたらお前どうやって痩せるんやって思う方結構いらっしゃると思うんですけれども、今回は私がもう楽に早く効果のあるダイエット方法っていうのをご紹介したいと思います。今回ダイエットの正確な相談を受けるためにカンナムにあるライオン漢方病院に行ってきました。今ここのライオンハニモンに来たんですけど、私もこんな、美女みたくなれるようにダイエット頑張ります。イエイ。こちらを受け取ってきました。めちゃくちゃ可愛くないですか、このデザイン。でデザインはいいんですけど、一番気になるのはその効果ですよね。一体どのぐらい痩せられるのかっていうのは皆さん気にされてると思います。こちらの薬の効果なんですけれども、普通これを飲むとその食欲がコントロールできるらしいんですね。これを飲むことで食欲が減る効果があるそうなんですよ。ただこちら薬なので副作用があるんじゃないかなというのを私が今一番気にしているところです。普通の場合は、不快感がない強さで処方しますので大丈夫ですが、普通にこのスーパーペペハンはドキドキしたりドキドキなどの不快感が感じないように、改良しました。で、じゃあ、ダイエット前ということで今日実はインバディ体の細部までチェックしてきたんですけれども、で今なんと体重が67キロ、とはいえ体脂肪率はなんと 35% ですね。やばなので今日からちょっと一生懸命1ヶ月間頑張ってみようと思います。皆さん応援してください。もともと67キロだったんですけど1ヶ月半で今5キロ痩せました。で顔とか皆さん動画で見たら分かるかどうか分かんないんですけど、ここの顔の下にめちゃくちゃ肉がバッてあったんですよね。結構出血したの分かりますか。動画でどのぐらい伝わるかどうか分かんないんですけど、もともと髪の毛セッティングする時とかももう顔隠さなきゃみたいな感じでやってたんですけど、すごくシュッとして満足してます。じゃあ食欲についてなんですけど、結構気になっている方多いと思うんですけど、今からちょっと食欲について話しますね。これが私が普段飲んでる半薬、その漢方薬になりますね。その食欲がかなり抑えられるんですよ。酒は飲まないようにしてくださいとは言われてるんですね。私お酒大好きなんで、そこは会食に行ったりとか友達と飲み会に行った時に一応そのビールではなくてソジュにしたりとか、あとワイン
を飲んでました。まあいっぱい飲んだら意味ないと思うので、まあ、かなりちょっと少なめにしてお酒も飲みながら、まあ、ここまで食欲を抑えられて痩せることができたのかなと思います。で現代の人たちって結構忙しいじゃないですか。私も仕事をすごい忙しくしてますし、まあ、学生の皆さんも学校で忙しいと思うんですけど、そういう忙しい中でも、まあ、5キロ痩せてこうやって自信ついたっていうのはすごく満足してます。基本的にはこの2つがあって、メインはこっちのオレンジの方になりますね。でこれを1日に3回飲みます。私の場合は朝10時、午後の2時、あとは午後の5時ですね。こっちなんですけど、夜寝る前に飲むディトックスって書いてるやつなんですけど、これを飲むことによって消化が早くなります。漢方がこういう風にスティック状になってて1袋ずつになってたので、かなり持ち歩きが便利でした。なので私結構移動することも多いので、いつもカバンに入れて飲むようにしてました。結果的に漢方飲んで5キロの減量に成功したんですけれども、漢方ダイエットは私はこんな方々にお勧めしたいなと思ってます。まず一つ目は忙しい方ですね。時間がなかなかない方。あとは2番目は運動が嫌いな方で、3番目は食べるのが大好きな方は効果的に痩せられるんじゃないかなと思います。で私は今後またもうちょっとこの漢方ダイエットを続けて、最終的には10キロの減量を目指していきたいと思います。